皆さんこんにちは。2022年オフに近藤健介選手は FA 権を行使し、北海道日本ハムファイターズから福岡ソフトバンクホークスへ移籍しました。巧みなバットコントロールと卓越した選球眼でリーグを代表する好打者として知られています。北海道日本ハムファイターズの主力として活躍していましたが、熟考の結果福岡ソフトバンクホークスへの移籍を決断しました。移籍の理由には新庄剛志監督の采配への不満もあったようで、批判するような発言がありました。今回は移籍の理由や私生活について深掘りしていきたいと思います。近藤健介選手は2023年から福岡ソフトバンクホークスへ移籍することを決断しました。その背景には2022年シーズンから指揮を執る新庄剛志監督との関係性に要因があったようです。2022シーズン当初から新庄剛志監督への不満があったようで、批判めいた発言をしていたことが分かっています。どのようなものだったかご紹介します。勝とうと思ってないチームで僕だけ浮いている、この発言は新庄剛志監督が2021年11月の就任会見で優勝なんか一切目指さないと宣言したことに対する批判とみられています。新庄剛志監督の思いとしては、監督就任1年目は勝ちに行くための土台作りを行いたいという意向のもと、優勝なんか一切目指さないと宣言したのだと思われます。しかし近藤健介選手は勝ちにこだわりたかったようで、この発言によって迷いが生まれたようです。近藤健介選手は2022年シーズン開幕前にこの発言をしていたようなので、早い段階から気持ちがすれ違っていたようです。監督からしたらコマでしかない、こちらの発言も優勝を目指さないという発言に対する反論とみられています。選手は監督の指示に従わないといけないという思いから出た発言です。監督が示すチーム方針と自身の勝ちたい気持ちが合致せずに不満を感じていたようです。これも2022年シーズン開始前の発言でした。新庄剛志監督は就任1年目のシーズンを1年間はトライアウトと公言しました。公言は実行され、支配した選手のほとんどの選手を1軍公式戦で起用しました。それだけではなく、打順やポジションもセオリーを度外視した起用を多く試しました。若手や実績のない選手にとってはアピールするチャンスが与えられ、モチベーションも上がったかもしれません。実際に清宮幸太郎選手がチームトップの18本塁打でプチブレイクを果たしたり、松本剛選手が首位打者を獲得したりするなどの活躍が見られることもありました。しかし近藤健介選手は打順やポジションがコロコロ変わることに不満を持っていたようです。もともと実績のある近藤健介選手ですので、固定された打順ポジションでしっかりと準備したいという考えがあったのでしょう。近藤健介選手が福岡ソフトバンクホークスへの移籍を決めた理由は何だったのでしょうか。その一つには優勝できるチームを求めたことにありました。近藤健介選手は2012年に高卒で北海道日本ハムファイターズへ入団し、11シーズン在籍していましたので球団への愛情もあったと語っています。2023年は新球場エスコンフィールド北海道に移転するため、この球場で活躍をしたいという思いもあったようです。北海道日本ハムファイターズとしてもチームの顔といえる存在だったので残留を期待していました。しかしここ数年北海道日本ハムファイターズは新陳代謝がうまく回っていません。主力の移籍を厭わずに、あえてポジションを空けて若手を起用していくという育成方法が成功していた時期もありました。一昔前だと糸井嘉男選手、小笠原道弘選手が移籍しましたが、その代わりが台頭していきました。最近だと太田大志選手、西川春樹選手がノーテンダーで移籍しましたが、代わりの若手は現れていません。こうした結果、実績のある主力が近藤健介選手や上沢直之選手くらいとなっており、2022年は最下位に低迷しました。新庄剛志監督を迎えて若手にもフラットにチャンスを与える采配を行いましたが、期待通りにはいきませんでした。結果的に勝ちたい、優勝したいという思いを人一倍持つ近藤健介選手は、その可能性がある福岡ソフトバンクホークスを選んだということなのでしょう。優勝できるチームということはチーム内の層も厚いものですが、
野球選手としてもっと厳しい環境で成長したいという思いが一番強かったとも語っており、ある意味自身にとって挑戦であるのかもしれません。また家族の存在も決め手の一つだったようです。福岡ソフトバンクホークスから提示された条件や環境が家族にとっても最適と考えて福岡を新天地に選んだということも考えられます。ここからは想像ですが、7年総額50億円以上とも言われている年俸も一因になったのは間違いないでしょう。ソフトバンクグループであればその金額も可能でしょうし、複数年契約による将来の安心感もあります。北海道日本ハムファイターズですと、活躍をし続けて年俸が上がっていくと他球団への移籍を期待されるような雰囲気があります。ダルビッシュ有選手も当初海外には興味がないと言っていましたが、結果的にはメジャーリーグへの移籍を選択しています。北海道日本ハムファイターズでは年俸が払えず、ポスティングでの移籍を促されたという噂もあります。ここで少し近藤健介選手のこれまでの経歴を見ていきたいと思います。近藤健介選手は1993年8月9日生まれ、千葉県千葉市の出身です。ポジションは外野手で、右投げ左打ちの選手です。さてここまで活躍してきた近藤健介選手、そもそもなぜ近藤健介選手はドラフト4位指名だったのでしょうか。その秘密について他球団のスカウトが理由を明かします。やっぱり171センチメートルでしょ。これは一体どういうことだったのでしょうか。紐解いていきたいと思います。ある日の試合では先頭の近藤健介選手がフルカウントからの内角低めをファールにしました。打ってもヒットになりにくい足元の145キロを巻き込むようなスイング、間違いなく一塁線方向へファールにする振り方だったのです。打ちにくいボールをファールにして投手の失投を待ち構える。近藤健介選手といえばまず選球眼です。選球眼には2通りあります。ストライクとボールを見分ける選球眼、もう一つは打ってヒットやホームランになるボールとそうでないボールを見極める選球眼です。試合に戻って話を進めますと、次の7球目でした。近藤健介選手が後者の選球眼を発揮したのです。ど真ん中に見えたチェンジアップ系を一振りでライトスタンドに放り込んでみせました。ファールで粘れば粘るほど打者は有利になると言います。スイングするたびに体と気持ちがほぐれ、向き合う投手についての情報も増えることになります。何よりファールのたびにボールが新しくなるから、投手は指との馴染みを確かめながら投げにくさが続くのです。近藤健介選手が完璧に捉えたチェンジアップ系もフルカウントからはありえないど真ん中でした。もしかしたらファールで変わったばかりの新球にチェンジアップが抜けきれなかった投げ損じだったのかもしれません。相手投手が警戒しながら入ってくる中、最初の3球ぐらいはストライク、ボールを選別する選球眼でカウントを有利にしておいて、そこからは打ってヒットやホームランになる選球眼を繰り出す複眼のバッティングが近藤健介選手の持ち味です。相手バッテリーにとってこんなに消耗するバッターもいないでしょう。それではなぜ高校時代までの実績とここまでの将来性がありながらドラフト4位だったのでしょうか。プロ入りは意外にひっそりとしたものでした。いや実はうちもほとんどノーマークだったと思いますよ。リストにも載せてなかったんじゃないかなと語るのは、当時阪神タイガースのスカウトとして横浜高近藤健介選手のプレーも見守っていた菊池俊之さんです。今回の問いの答えとして次のように語りました。サイズですよと述べます。最近でこそ甲斐拓也選手、福岡ソフトバンクホークス、森友哉選手、オリックスバファローズ、梅野龍太郎選手、阪神タイガース、相澤翼、広島東洋カープなど、これらの選手は皆あまり大きくありません。逆に大型捕手の方がなかなか育たないと言われる時代ですが、10年前はまだまだ大型がありがたがられていた時代だと言います。やはり171センチメートルというのがプロ側が積極的になれなかった理由ではないかと分析しています。良い選手なのは間違いないが、進学して大学でもっとキャリアを積んでって、スカウトの間では
そういう空気が支配的だったかなと言います。あと5センチメートルあればスカウトとしては一番悔しいと当時を振り返っていました。さて、近藤健介選手の奥様はどういった方なのでしょうか。近藤健介選手は2019年3月14日に結婚をしています。いろいろ調べた結果、2023年3月現在、近藤健介選手の奥様の詳しい年齢やお名前、職業などの情報は一切分かっていません。唯一分かっている情報は札幌在住の一般女性ということだけです。プロ野球選手が一般人の女性と結婚をすると写真でなく似顔絵で公表することが多いのですが、近藤健介選手の場合それもなく、お顔がわかる写真はありません。奥様の要望もあるのか、普通の暮らしをするためにプライバシーを守られたのだと思います。近藤健介選手と奥様との間にはお子さんが一人います。結婚をして1年後の2020年3月5日に元気な女の子が誕生しました。いかがだったでしょうか。今回は近藤健介選手の新庄剛志監督批判や移籍理由について見てきました。近藤健介選手のような実績のある選手にとっては、新庄剛志監督の優勝は目指さない、1年間トライアウトというやり方に不満があったようです。優勝請負人としてプレッシャーがあることは間違いないでしょうが、福岡ソフトバンクホークスでの活躍に期待したいと思います。近藤健介選手は自分からものすごく練習できる選手として有名です。プロ野球生活11年間で繰り返し故障と付き合いながら通算打率3割台という超一流の実績を残す近藤健介選手、これだけいい仕事をやってのけておきながらさりげなく涼しい顔をしています。そんなスター性も兼ね備えた近藤健介選手のこれからの活躍から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。